皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレ、ガズ妻の小杖です。今日はガズさんいないんだっていうふうに思うかもしれないんですけど、今日はね、私が登場しております。で、何の動画かというと、今日は私もね、いつも皆さんと同じようにウクレレライフ楽しんでるんですけども、そんなね方々からちょっとお困りの声をね聞いたことがあるんですよ。何かというと、例えばマンションとかアパートとか、あとは戸建てのお家でも別の部屋でね、こう暮らしをこう、ね、されてる方から、実際にねウクレレを弾いてる時に音が気になるんですって言われたり、あとは逆にね、ご自分が弾いていてこの音って聞こえてるのかなーってちょっと気になったりとかっていう風にしちゃって、弾ける時間をね制限されてしまうんですっていう声を何人の方かから聞いて、あ、そうかっていう風に思って、確かにこう、あれ練習したいと思った時にこうすぐ本当はやりたいじゃないですか。だけどそれがね、なかなか時間の制限があってできないと、あ、なんかもういっかっていう風になっちゃったりとかもするかもしれないでしょ。なのでそれをなんかこう解決する方法ないかなっていう風に私なりに思って、でもちょっとね、そのただただこうそれを音を小さくすればいいっていう感じじゃなくて、私なりにやっぱり可愛いっていうのと、あとはこうコンパクトに持ち運べたりとかしてっていうので、なおかつ音が小さくなると素敵だなっていうふうに思ったんですよね。で、いろんなねちょっとこう試行錯誤を何回か繰り返している中で出来上がったのが、じゃん、こちらでございます。で、これちょっと見てもらうとビスケットっぽくないですか。なのでこれ勝手にね、ウクレレサウンドホールビスケットっていう名前をつけてるんですけども、で、サウンドホールってなんだって思うと思うんですが、もうね、たまにガズさんからも説明があると思うんですけど、ここのことですね。これがサウンドホール、この穴がね。で、この穴にこの可愛いのをねこうやって入れると、だいたいウクレレの音、ご自分のね、守ってるウクレレでもいいんですけども、このね、もともとのウクレレの音が10だとすると、だいたい6ぐらいになるってイメージですかね。すっかりね全部音がなくなるってイメージじゃなくて、ちょっとこう、4割ぐらいこう音がね、こう小さくなりますよっていうようなイメージだと思ってください。で、これもともと市販品もあるかもしれないんですけども、このね音を消すものがなんだけど、ちょっとね、このウクレレ自体、例えばソプラノとか、あとはコンサートとか、種類が違ったりとか、メーカーが違うだけで、何気にね、この大きさが違うんですよ。5.5 センチとか6センチとかもう全部決まってれば、それでね、ガズレレでもこう商品とかしてこう出せるんだと思うんだけども、それがね、微妙に違うんですよね。で、なおかつ、この、これね、ジーラボのウクレレなんですが、で、私が愛用してるのは、これ、ウスレレなんですけども、で、このウスレレも、やっぱり手作りなのでね、一本一本が。そうすると、私のは5センチなんだけど、他の方を測ってみると、ちょっと 5. 何センチとかね、そういう感じで、微妙にやっぱり違うんですよ。で、そこが手作りのね、本当に手作りなんだって思うと実感するところでもあるんですけども、やっぱり、こう、パチッとこう、商品にはなかなかなれないっていう感じがあって、で、それに対応するために何かこういいアイデアないかなと思ってできたのが今回のこれなんですね。なんでちょっとそのアイデアの、ね、満載のところもぜひね、こう確認しながら私と一緒にこの後の動画で作ってみませんかということなんですね。で、なお、一からね、材料を用意してなかなか難しいなっていう方のために手作りキットっていうのもね、後々考えてはいますので、とりあえずはでもね、もうこの今回の動画を見ただけでね、私こういう風に工夫してみたいとか、私こういう風にやってみたいっていう方がいらっしゃるかもしれないので、まずは作り方のね、ご紹介というかね、こう公開させていただいて、皆さん私と一緒に作ってみましょうという今回は内容です。ということで早速皆さん一緒に作ってみよう。材料は、まず、これをね、今回は作るので、フェルト2枚、フェルト2枚、そして中に挟むウレタン。これが、そのウレタン。で、私は今回ね、タグをつけるので、この、ジャン、ガズレレのタグ。でもね、ご自分で作る方はタグとかないと思うので、こうやってね、無地になるのかなって気がするんですけど、でもほら、ここでね、こうやってビスケットみたいに、こう、てんてんてんってなると可愛いと思うので、そんなにね、問題ないかなというふうに思うんですよね。そして、それを、縫う、糸。で、両面テープ。そして、この丸のね、このラウンドの型紙、
上と下って書いてありますけども、でこのサイズもね、後でご説明します。というのが主な材料です。早速作ってみようということで、で、最初に、このね、円の大きさ、1、2枚のフェルトと、あとこの挟んであるウレタンのサイズを決めなきゃいけないんですけど、ご自分のこのウクレレがありますよね。これの、ここね、これがサウンドホールじゃないですか。で、これの、この一番長いところ、こうやっていったら一番長いところがわかりますよね。この長いところの、まず直径を測るんです。で、私は、こういうね、定規を用意して、こうやって一番長いところどこかなっていうふうに測ったんですけど、で、私のウクレレのね、サウンドホールは5センチだったんです。で、これって、同じソプラノでも何気にね、直径が違うんですよね。なので、必ずご自分のウクレレをこうやって測ってもらって、あ、実は 5.3 センチだったとか、5.5 センチだったとか、いろいろあるんですよ。なので、測っていただいて、で、今回は5センチでしたっていうことになります。で、それを踏まえて、この、下って書いてある方、これに使う、ものは、まず、下に、貼るフェルト。そして、このウレタン。これ自体が、この下っていう方になるんですね。で、この下のサイズを、じゃあ、5センチのウクレレに対して何センチにするかっていうことなんですけど、プラス5ミリ。なので、5.5 センチ。これで、まずは、型紙を取ったものが、まず1枚。そして、今度、試しにこのウレタンをね、カットしてみるんですけども、これも 5.5 センチでカットします。で、ちなみにこのウレタンなんですけど、私は低反発ウレタンっていうね、厚みが1センチのウレタンなんですけども、いろんなものを試したんですけど、例えばね、こういうものも試したんですよ。薄くてね、縫いやすいかなとも思って。なんだけど、こう伸縮性っていうのかな。こう伸び縮みがね、すごいしなくって、実際にはめるときに、はめたときに、このね、フェルト自体がクシュってなっちゃうんですよね。負けて。なので、ある程度の、こう、密度もあって、なおかつ、多少こう、ちゃんと、バネが効くっていうかね、そういうものがおすすめです。じゃあこれをね、ちょっと、ここに、書いて、実際にカットしてみますね。で、その時に、このままだと動いちゃうかもしれないから、まあ、こんな感じでね、2箇所ぐらい、こうやって止めてもらって、線を描きます。これは、結構、どうなんだろう、その、鉛筆とか、普通にボールペンとかだと、うまく書けないかもしれないんですよね。元が黒いってこともあるし。なので、例えばだけど、何がいいかな。普通の、もうマッキーの細いやつとかね。だと、こう、点々点で書いていくと、結構、線が書けるかもしれないですね。ちなみにこの型紙はね、コンパスで作ってますので、コンパスとかならね、100均とかでも普通に売ってるからね。で、この丸なんですけど、結局挟んじゃって、中に入っちゃうから、すんごい綺麗にね、こうカットしないとっていう感じで、あんまり神経質になる必要はないかなと思いますね。フェルトの、この下のフェルトと、だいたい同じ大きさだったら、多少ね、いびつでも、そこは自分用だから、OK ってことにしといてもいいかなと思います。サイズよりも小さくなっちゃうと、ちょっとね、やっぱり後々、面倒なので、そうするとほら、こうやって、なんとなく円が描けてますよね。で、これをカットします。これもそんなにね、神経質にならずに、ただ、この描いた線よりは小さくならないようにだけ、ゆっくりゆっくり。柔らかいっていうか、ある程度伸縮性があるので、切りやすいっていうかね、そんなにね、切るのは大変じゃないですね。ただ、あんまり先々行っちゃうと、引っ張られちゃうんで、こう、そのまま、どんどん先に行くんじゃなくて、こう、押さえながら、
ただハサミをこう動かすっていうかね、ただ刃をこう落とすっていう感じ。ほんと少しずつでいいので。よし。はい、ほら、こんな感じでできました。でね、カットをね、こうハサミでする、なんかこう性質上なのか、よく見てもらうと、こう上の方が大きくなってるんですよね。下に比べて。なので、このフェルトをつけるときも、小さい方の円を、この下の方につけようかなっていうふうに思います。こんな感じで合わせようと思います。そして、今度はこの上の方のフェルトですね。これは、今度これ上って書いてあるんですけど、さっき下が 5.5 センチだったですよね。なので、それのプラス1センチっていうイメージですね。なので、6.5 センチのフェルトですね。で、これをまたここに当てて、ちょっとカットしてみます。こんな感じでね。で、また線を描きます。これはね、鉛筆でもゆっくり描けばできるんじゃないかなと思いますね。普通のペンとかでも。で、ちなみに、上に貼る方のフェルトは絶対丸ってことはないんですよ。もう、ここのね、ウクレレのこの上に乗るから丸じゃないとダメだっていうことはないので好きな形にしてもらってもいいんですけど、ここですね、ここのね、ネックのこの終わったところとよりもこう出ちゃうとね、こう隙間が空いてきちゃうんで、あくまでもこのボディのこの板の上に乗るような形でハートとかね、なんか四角とか三角とかいろんなものにしてもらってもいいと思いますけども、ここだけ、こういうとこだけね、重ならないように気をつけてください。これをかけたので、こんな感じにね、ちょっと薄いですけど、かけてるんで、これをカットします。で、フェルトのカットの仕方は、こう、ハサミをね、フェルトから離さないのがポイントなんですよ。離しちゃうと、結構ね、次に、またカットするときに、ガキってなっちゃうんで、それがね、ない方がやっぱり見た目が、可愛いし綺麗だから、どんな形でもいいんだけども、ハサミをこうやって入れたら、そのままスライドさせて、こう進むようなイメージ。スライドして進む。こんな感じで切ってもらえると、ガチャガチャしないかなと思います。はい。こんな感じで丸くカットできました。そしたら、これをね、さっきのここにこう乗せるようなイメージですね。裏がこうなってる感じ。で、これをじゃあ実際にもう縫いましょうっていう感じなんですけども、で、これをこのまま縫おうとするとずれちゃうかもしれないので、両面テープ。このウレタンの両方に両面テープを貼ります。こんな感じですね。で、剥がしてフェルトを貼るんですけど、ちなみに、ここ全部ね、両面テープにすればいいじゃんって思いますよね。そしたら縫う必要ないしって思うじゃないですか。なんですけど、一応ね、今回は、サウンドホールカバーをウクレレから、まあ、外したり、また付けたりっていうのを前提としてるので、付けっぱなしだったらそれでいいと思うんだけど、ちょっとね、取れてきちゃうんじゃないかなっていうね、この3枚のこの3味がね。なので、ちょっと不安なので、今回縫うんですよ。だけど、やっぱり縫うの難しいっていう方は、ここに全部両面テープにして、貼ってみてもいいかもしれないんですよね。なので、その辺はね、ちょっと、試してみるのもいいかなっていうふうに思いますが、今回は縫うという形にしています。じゃあ、これを、まず、下の方ですね。この、小さい方のね、ところの、両面テープを剥がして、きた。よし。こんな感じで剥がして、で、まずは、底になる方ですね。下の部分のベルトを、こうやってね、合わせて貼ります。こんな感じ。で、今度は、このね、反対側を、つけるんですけど、表側を。なんだけど、その前に、私はね、今回はこのガズレレタグをつけようと思います。タグじゃなかったら何があるのかな？例えば、刺繍ができる方はね、ちょっとワンポイントの刺繍をしてみたり、あとはボタンとかはね、つけちゃうと弦に当たっちゃいそうだから、それぐらいかな。
でもさっきも言ったけども、その最後にね、縫った時の、その、点々っていうふうにね、こう、円でこうなるんで、まあ、それだけでもね、十分可愛いとは思うんですよね。ほい、タグ。可愛いね、やっぱね。そして、じゃあ、これを剥がして、こうやってね、剥がして、で、つけるときは、すぐパタッとつけるんじゃなくて、ちょっとね、こう、上から、真上からこう覗いてみて、ちゃんと真ん中になってるかなっていうふうに確認をしてほしいんですよね。なので、ちょっと置いてね、こうやって置いて、本当に上になってるかなっていうふうに見てもらって、そして、OK ってなったら、ちょっとね、見てほしいんですよ。こんな感じで。OK ってなったら、これをキュッと押さえる。そうすると、もうほぼほぼ同じ感じですよね。で、最後にこれを縫っていきます。で、縫うときなんですけど、この円よりも少し内側を縫いたいんですよ。で、内側って言われてもなかなか難しいなって思うじゃないですか。そしたら、もうここにはね、線を描いちゃっていいと思うんですよね。鉛筆とかでもいいので、これ先にね、描いてもいいかもしれないですね。だいたい、これは何ミリぐらいかな?2、3ミリかな2、3ミリだから、要はここが、縫うところが5センチよりも小さければいいんですよ。5センチより大きいと、結局サウンドホールに入んなくなっちゃうんで、多少ね、曲がっててもね、それこそ自分用なんで可愛いと思って、そのね、その曲がったところがまた可愛いんですよね。わかりますかね?こんな感じ。ちょっとこう、ね、書いてあって。じゃあこれを縫っていきます。玉留めをして、玉留めの仕方がね、わからない方は、概要欄に、そのね、玉留めの仕方だけの動画を載せておくので、それを見てください。こんな感じでね、玉留めをします。こんな感じですね。で、縫うときは、この裏をね、基本的に見ながら縫うんですけど、で、この、縛ってある、これをね、なるべく見せたくないから、まずは、このね、内側、ここですね。内側に針を入れて、こんな感じで、この線のところに出します。そうするとこれが中に収まると。で、ここからスタートします。この縫うときに並縫いの間隔がどんな風かっていうのを、まあご自分でね、決めてもらっていいと思うんですよ。で、ちなみに簡単にしたかったら並縫いをね、広げればいいと思うんですけども、そうすると、こうやって、なんとなく、なんか出し入れしてる間に、こういう風になってくる可能性があるんですよね。こう広がってきちゃうっていうかね。なので、そこはお好みです。細かくした方が、まあ、こう伸びないかなって気もするし、でも簡単に作りたいな、とりあえずっていう時は、さっきのね、こんな感じで、並縫いをちょっとね、こう広げてみるっていうのもいいと思います。と今回は、気持ち、じゃあ、細めにしてみましょうか。で、針を、こうやってまっすぐ入れます。こんな感じですね。まっすぐ入れて、引きます。で、引いた時に、キューって引っ張らないでほしいんですね。このウレタンをふわっとさせておきたいから、なるべく、こう、力を止める状態、こう引きすぎないで、この、ここで止める。これがポイントですね。ここの厚みを、一生懸命残すつもりでね。で、次。今度上に来ましたよね。上はどうするかっていうと何も見えないじゃないですか。なんで、ここはもう本当に感覚です。でも自分用だからね。多少曲がってるのも可愛いじゃないですか。で、多少曲がっててもいいなって思うのは、やっぱり目が細かい方ですよね。あんまりそれが気にならないっていうか。このぐらいの。で、なんとなくこう、丸を描くイメージだから、極端に言うと、こっちに針は持ってかないですよね。こういう流れだから、あ、この辺かなっていう、こんな感じ。で、全然大丈夫。でも、針はやっぱりまっすぐ、なるべく刺して、こんな感じでね、まっすぐ刺してもらうと、ほら、反対に行くと、意外とね、こう、ちゃんと自分が描いた線のところに行くんですよ。で、全然お角違いのところに線が、針がね、来たなって思ったら、もう一回抜き直して、ちょっと修正してもらって、そこでね、あ、違うなと思いながら、こう、なんていうの、糸をね、引っ張らないように、まだ針の段階だったらね、何回でもやり直しができるので、で、こんな感じです。じ
で、これを、また、針を引きます。で、ここは、やっぱり引っ張りすぎないで、そうすると、ほら、ここにプチッと1個できましたよね。で、この繰り返しです。また同じように、同じぐらいの感覚で、とは言いながらも、やっぱり自分用だから感覚はね、多少広かったり狭かったりするのも、それもまたね、自分が作ったこうね、なんていうの、印っていうかね、こんな感じでまた同じようにして、針を抜きます。で、どうしても何も縫ってないとこよりは少し縮みますね。だけどこのぐらいだったら全然大丈夫なので、で、ほら、裏側もこうやってね、並縫いが2つ出来上がった状態。で、今度、また上に来たので、じゃあこれは、またこのくらいかなっていうふうに、自分で目分量で、そうするとまたね、ここの点に来るんで、そうすると、ほら、こうやって2つ出来ましたね。こっちも2つ出来た。これをずーっと、ぐるっと縫っていくっていう感じです。じゃあ縫っていきますね。こんな感じでね、だんだんできてきて、ここそろそろ結びますよね。その時に、なんとなく感覚をね、気にしながら、どのくらいでやったら、最後ね、こう綺麗に結んで終わるかなっていうのを、ちょっとこの辺から意識して、あと1個でいいなと思ったら、ちょっと幅を広げて、これは1個で良さそうですね、なんとなくね。ここに一個刺してね。ほら、こんな感じで、なんとなくね、くるっと。で、ほら見てくださいよ。ちょっとこうね、最後、ちょっとだけずれてるところ、これもまたね、愛嬌なんですよ。で、一応ね、ここ、こんな感じのね、厚みを残して。でもやっぱりね、何もない時よりも、少しだけ、縫ってるからね、こう、詰まってはきちゃうと思うんですけど、で、ここ最後ね、こうやって玉止め、してもいいんだけど、キューッと引っ張るときにまたこう引っ張っちゃうかもしれないから、もし不安だったら、この辺のね、で、一回切って、この糸をね、3本取りしてるから、こうやって、2本と1本にして、こんな感じでね。そして、これを手で縛っちゃう。軽く。こうやって。で、もう一回ぐらい。縛って、そうすると、ここにはね、ぎゅーっとこう圧がかからないので、で、ここで切っちゃってもいいし、なんかね、この切ったところがね、なんか見えてて嫌だなとか、ほつれてきそうで心配だなっていう方は、ちょっと面倒だけど、もう一回ここに針を通して、で、最後、この内側ね、ここですね、ここに糸を逃がして、そしてこれをカットすると。そうすると、もうね、ここには縛った後は見えませんっていう感じになります。はい。ということで、こちら、ウクレレサウンドホールカバーの簡単バージョンが出来上がりました。はい、さっきの見てもらうと、こんな感じの違いで、ちょっとね、ステッチがやっぱり、幅がね、違うのがわかるかなっていうふうに思います。実際に、ね、つけてみますね。これが、ウクレレで、付け方は、ほんと簡単なんですけど、これをね、ちょっとこう、弦をこうやって、引っ張ってね、入れやすいようにしてあげて、こうやって入れます。で、今まだ浮いてる状態ですよね。こんな感じで浮いてる状態だから、これをもうしっかりと中に入れちゃいます。そこのフェルトは、もうウクレレの中に入りきっちゃう感じですね。こうやって押してあげて。ほら、横から見ると、もうこの1枚のフェルト、表のフェルトしか見えない状態。で、これが、こうやってくるくる回らないのがいいんですよね。こう、しっかりとウレタンで押さえられてる状態。これが、まあ、ベストといえばベストですね。こんな感じになってまーす。で、音がね、どうかっていう問題なんですけど、音が消えるわけではないんですよ。音が消えるわけではないんだけど、こう、これがね、開いてることによって、ちょっとこう、もっとこう、深い、
こう響く音になっているのをこのカバーで少し消すっていうイメージですね。なんで全く聞こえなくなるわけではないっていうのは一応ね、ご確認をね、していただいたと。一応ね、ご確認してもらった方がいいかなと思うんですけども、これがつけてる状態。で、動画だとね、音がね、調整されちゃうんですよね。だから分かりづらいんだけど、つけてる状態。そして、こんな感じの違いです。はい、サウンドホールビスケット出来上がりました。こちらです。かわいい。よくないですか、これ。で、ポイントなんですけども、もう一回ね、お伝えすると、ここのフェルトがしっかりと、このね、ウクレレの板のところに沿ってる状態。だからウレタンがもうね、きちんと見えないで、中に入ってる状態で、なおかつ、このね、サウンドホールがくるくる回らない。これがベストですね。で、このサウンドホールカバーなんですけども、一個、その注意ポイントっていうかね、使っていくうちにこういうことが起きるかもしれませんっていうのをお伝えしたいんですけども、これやっぱりフェルトなので、ウールなんですよ。で、こう、出したりとか、つけたりとかしてるうちに、ちょっとね、このやっぱ繊維が、ほわっとしてくることがあります。で、ほわっとした繊維が、引いてるうちに、その音の振動で、この弦に、ちょっとこう、つくことがあるんですよ。で、こう不思議なんですよね。振動でこうなんかね、こうくるくるってなったりとかするときがあって、で、そのときはやっぱご自分で取っていただくことになります。で、例えばだけど、これ水色なんだけどね、ある日突然、この弦のところに水色のなんかポチってのがつくことがありますんで、もしそうなったら、それを取るという感じになりますね。だけどまあね、ちょっとした手間なので、そんなに気にならないかなとも思うんですけども、これもね、大事にこう、ポイントはね、こうやって、キュッと、ちょっと弦をね、こう引いて出し入れしてくれるといいかなというふうに思うんですよね。それがね、綺麗に使えるコツかなというふうに思います。はい、そんな感じで、これからもそのね、時間をあまり気にしないで、ウクレレライフ、ガズレレライフを楽しめるようになるといいなというふうに思いますので、もし興味ある方はぜひぜひ作ってみてください。ということで、今回はウクレレサウンドホールカバーの作り方のご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。皆さん一緒にウクレレガズレレライフ楽しみましょう。それでは、さよなら。